はい、こんにちは。さあ、今日はね、こいつ CV ジョイント、これをバラしてみたいと思います。でね、結構いろいろ工具買ったんですけど、他のね、今回作業でやるのに、でも今回はこれ、こう軸用のクリップをこう広げるやつね、こういうのと、あとギアプーラーまあこれなくてもいいかもしれないけど、まああった方が確実なんで、他の作業でも使うかなと思って、一応今回は買いました。アストロプロダクツ。なかなかね、海外だとこの CV ジョイントビートルのやつね、バラしてる動画あったんですけど、日本だとね、あんまなくて、まあとりあえず、やったことないんですけど、バラして、中のグリスとか綺麗にして、で、ブーツ交換して、組み直してみたいと思います。で、まず、こいつ、ここにね、クリップが入ってるんですけど、映るかな？これね、これを外して、一番美味しいシーンを撮り逃してしまった。撮れました。結構めんどくさい。輪っかタイプとかのやつに変えた方がいいかもしれないですね。これね、輪っかがリングね、ついてないから、先っぽに。で、ブーツにくっついてるのはここのエッジまでなんで、ここが外れる、ボコッと。だからこの辺を叩けばね、取れるのかな。ね、ブーツ、うお、中見てデロデロ、まあデロデロになってないとダメなんだけど。でこれをね、新品に変えると、で、ここのこのボールベアリングが入ってるこのユニットを、ギアプーラー使って抜いて、でまあ洗浄して油入れ直して、組み付けるという作業、まあそんな難しい作業じゃないですけど、道具がないと無理っすね。いや、すっげえな、しかしぐっちゃぐちゃ。じゃあ次、これをね、ここ CV ジョイントの CV の部分を外していこうと思います。今ね、プーラー使わなくてもね、スルッと来ちゃいましたね、こんな感じ。反対側も叩いて、ね、抜けちゃいました、こっち側。ほら、お、はい、取れた。まあこういうのが綺麗になるとね、やっぱ気分がいいので、変えれる時に変えた方がいいですね。抜けないかな、さすが。
抜けねえのかな、あ、抜けそう、抜けた。ね、ワッシャーがいます、ここに。うやー、よいしょ、うぎ、いやー、こんなん絶対嫁さんとかには見せらんねん。汚すぎる。うわー、よいしょ、ブーツがね、結構ですね、結構カチカチがきつきつい。よし、取れた。はい、アクセルだけになりました。ではっしゃー、よっしゃー、形があるのかな、よいしょ、うぇー、うぇC 部品だった。ぐっちゃぐちゃで分かんなかったけど、でね、映るかな、映んねえかな、こんなとこにもね、フォルクスワーゲンマークが入ってるんですよ。そそるなぁ。いや、しかしいい作りしてますよ、本当にさすが。あ、ここにもね入ってる刻印が、ほら、すげえ。同じ大衆車のはずなんだけど、さすがスーパービートル。なんせ73年式なんで、何年分 ?40何年分かな、外れちゃったね、ボールベアリング。アクセルも綺麗になって、まあ状態も全然問題なさそうですね。でこれにグリスアップして、組み付けてから、戻すと。でね、ちょっと今作業がストップしそうなんですけど、ここのキャリアをね、このキャリアを止めてるネジが2本いるんですよ、こっちとこっちに。これがね、まさかの20ミリっていうボルトで、これね、これで、工具を今注文したんですけど、ゴールデンウィークなのでちょっとね、レスポンスが悪くて、届くのかな、どうなのかなって感じで、もしかするとね、連休明けてしまうかもしれないので、ちょっとね、ストップかもしれないですね。やだな。まあそんなわけで、やっと折り返しぐらいかな今。いやー、早く乗りたい。では。